はい、というわけで前回はオリンポスコロシアも見事クリアしまして、もうケチョンケチョンにしちゃりました。ハデスさんをもうケチョンケチョンにしちゃりました。で、今回迎えますのはアグラバー、アグラバージャスミン。ぐわっ、壊したら弁償だぞ。こりゃどうも大儲けしたんだ。失礼な、何も悪いことはしてませんぞ。真面目に商売に励んだ成果です。本当にすごいね。お安くしときますよ。どうです？それより黒い子よ失礼しました。それより黒いコートの男を見なかった？13機関のやつらなんだけど。さあ知りませんね。本当ですってば。じゃあ他の人たちに聞いてみよう。ソラ、あいつを捕まえて。何かあったのか？あいつジャファーを魔法のランプから出しちゃったんだ。ジャファー？オロジン、お前の持ってるランプをよこせ。ではドブネズミの諸君、ご機嫌よう。こやつらを叩きのめせ。君たちも気をつけた方がいいよ。どうして？あいつ今度こそこのアグラバーを乗っ取るつもりだろうけど、僕たちへの仕返しも忘れないと思うんだ。ランプに閉じ込めちゃったからな、怒ってるんだろうな。イアーゴがジャファー復活の目撃者なんだ。俺は全部話したぞ。イアーゴ、一回だけチャンスをやる。嘘をついたり隠し事をしていることが後で分かったら絶好だ。もう口も聞かない。俺ジャファーの居場所を知ってるんだ。どこ？ダメ、いやダメ。ああどうしたら。イアーゴ、砂漠の中の廃墟だよ。これはダメだな。仕方ない、ジャバーは放っておこう。どうしよう。水臭いじゃないか。あるこういう時に友達に頼らないで一体いつ頼るんだよ。その友達がちまちましたことが苦手ときたらなおさらだろ。ハッピーな魔法にみんなが目をまん丸にして驚くのが、アルの親友は大好き。やあジーニー。ソラ、そのたちもこのジーニー様の魔法見たいよな。もちろん。頼むよジーニー。行くぞ。こりゃ簡単すぎるね。ちょっとばかりがっかりだな。次はもっと手強い相手を頼むよ。
行き止まりか。頼りになるね。ハートレスを全滅させろ。さてと、たくさん出てきまして、今魔法の絨毯の上、戦闘方法はどんな感じでしょうか。あんま変わんないな。で、着地地点にすぐポンと魔法のカーペットが着地してくれるので、有能よいしょ。さてと、あいつはなんだ、占い師よいしょ。すぐじゃないか。たまたまに乗ってる。いたな。そうか、こいつだったのか。よし、ジャファーらしき影を追いかけろ。この人ですよね。どれ、見失った。危ない。ちゃんとロックオンしておきたいところだ。追っかけて呪文を唱え始めたぞ。こうやって防げ。はい、ずっと追いかけなければいけないのか。ロックオンしたいな。ちょっとロックオンから離れる時があるんですよね。遠すぎる。どこまで行く。やばい、来てる。よし、どうにか食い止めました。これ取れるかな、流れで取れるかな。よし、夜明けのピース。さあ、追っかけなければ。呪文を唱え始めたぞ。間に合え。よっしゃ、ジャファーらしき影を追いかけろ。わっ、すごい開けたところに来たと思ったら、蜂みたいなハートレスと蜂みたいな、待てよ。加工してここに入るんじゃないか。入れないのかな。さてと、ジャファーさんどこに。ああ、そこにいたか。ハートレスを全滅させろ。また閉じ込められてしまいましたが、慌てることはありません。すぐに蹴散らしますよ。さあ、あとはこの占い師さんだけか。現れたモニュメントを調べよう。調べます。何、次へ。あのきらびやかに光ってるやつを、あ、スイッチね。ということは、一回このエリアにもありましたよね。ここの裏。よし、これだ。これをアタックするのかな。タイミングよく魔法を当てろみたいな感じ。ファイヤー、みんな当てたよ。あ、これでスイッチ起動。スイッチはあと2つだ。よし、綺麗な形になった。で、このエリアにはもうなかったから、こっち行って、これうまく取れるかな。よし、夜明けのピースで、こっち側にもスイッチ自体はすぐ見つかると思うんですよ。見切れてます。ここ、さあ、タイミングよく魔法を当てろ。これ難しいんだよな、ほんと。はい、ロックオンしておきまして、多分振り皿でしょうね。ここだ。よしよしよし、スイッチはあと1つ。最後はサンダラだ。よし、扉開いたぜ。え、扉閉まんの。40秒。駆けつけろ、そこに飛び込め。もうハートレスなんか気にしられるか。久しぶりだな、ジャファー。本当にここ。いや、
許して。この通り。実は俺、アラジンたちをここへおびき寄せろってジャファーに脅かされちゃって、ほら、あいつに睨まれたら誰だってな。ジャファーは、なあアラジン、俺を許してくれるかい。ジャファーはどこだ。今頃王宮を攻め落とそうとして。なあアラジン、騙すつもりはなかったんだよ。許してくれよ。許せないな。お前、俺たちの仲間なんだろ。なのにジャファーが勝つ方にかけたんだよな。騙したことよりひどいぞ。ごめんよ。ゆっくり休んでなよ。ありがとうな。さあ急がないとジャファーが。お前が言うなよ。王宮はあっちだ、行こう。ジャファー、こんなことしてどうなるか分かってるの。よく分かっているさ。私がこのアグラバーの王になる。そして王妃は王の隣で末長く泣いて暮らすというわけだ。アラジンか。あいつは今頃お前の名前でも呼びながら死んでいることだろうよ。ん？残念だったな、ジャファー。役立たずめ、消え失せろ。あれ、ヤーゴ、みんなまとめて片付けてやる。でかい、いきなり始まった。いや、どうしようこれ。でかい、でかい、どうしよう。この人、頭効くのかな。効く。よし、 HP ゲージも4本、3本。いける、いける、いける。このでかい攻撃を避けて、避けて。はいはいはい、頭を攻撃、頭を攻撃。みんないないのかな、ちょっと寂しいよな。やばい、やばそう、やばそう。はい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 、やっぱ頭ですよ、頭ですよ、ここですよ。いけ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 、ダメだダメだ。ちょっとずつ、ちょっとずつ、なんか持ち上げだ、持ち上げてるんですよね、あの人。はい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 、大胆に攻撃しますよ、大胆に攻撃しますよ。なんか降り注いでます。離れて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 。でここら辺で一回ちょっと回復しておきましょうか。よしよ。で大胆に近づいた。この人危ない。はい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 、ダメかダメか。ほんとちょっとずつですね。後頭部をカチカチカチン。これ効いてるんでしょうか。ダメージはそれは入ってるんですが、このなんか見た目的にも全く効いてなさそうな気がするんですが、苦悶の表情一つ上げませんので、この人は。もう攻め込むしかないですよね、ちょっとダメージ覚悟で。初めて気がつきました、初めて気がついた。これ右腕とかお腹にもダメージ、ダメージヒットポイントあれがありますよ、ダメージヒットポイントあれがありますよ。来た、
お腹が痛くなりましたよね。でその時に頭、いや頭全然攻撃入らん。どうしよう、腕か腕か腕か、腕じゃないの、腕じゃないの、これ尻尾なの。やっぱお腹がちょっと痛くなるみたいですよ。お腹痛くなりました、お腹痛くなりました。でここで三角、おーおーおーおお、スピンバースト、これでくる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 。でやっと、あ攻撃入る、よし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 、希望が見えた。なるほどね、スピンバーストして根気よく頭を攻撃しましょうということ。やばい痺れてる、腕にもダメージ、あれがダメージ表現あれがありますから。でも腕よりかやっぱお腹なんですよね。ボディがガラ空きだぜ。よしでここでロールアップ、尻尾を巻きつかせてからのスピンバーストで、しばらくの間ピヨピヨピヨですから、頭を根気よく攻撃、いい感じいい感じ、かなり減らせてる。えめっちゃ減らせてる、いけ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 、もうよしよしよし、よくやりました。しびれてますが、お何これ、固有結界か。おおお戻ってきた、よしよしよし。でボディがガラ空きなんだよな、サンダラ、いややっぱり降ってるからちょっと近寄らない方がいいのかな。はい熱探知が来ますから。でしばらくしたら、ほらほらほら、ボディ開けてる、割れてる腹筋、ここだ、待て待て、どれだけ続くのこれ。逃げておこうか、一回逃げておきましょう。でくるっと回って、よしやみました。またか、なんだこれ、ボディがガラ空きなんだよ、ガラ空きなんだが、ガラ空きなんだが、ガラ空きなんだが、いけるか、よしよしよし、ご利用していきました。でスピンバースト、これでとどめさせるんじゃないか。頑張ろう頑張ろう頑張ろう、てっぺんてっぺん、痛いですよ、いけるいけるいける、頑張れソラさん、よしよしよし、頑張った、よく頑張った、これでクリアなはずだ。うーファイアエレメントゲットボーナスクリア。なんということだ、またもやガキどもにか。ガキを舐めるからだって、会うってのにどうして俺を呼ばないんだよ。アルごめん、慌ててたからさ。活躍を見せられなくて残念。ジェジー、まだ終わってないよ。町を直すのは、おお、そういうのは得意得意大得意。元の町より100倍くらい立派にしちゃおっかな。元通りで十分だよ。そう、本当にそうなの。はいはいはい、はいどうぞ、次は俺様の好きなようにやらせてくれよ。これでここも安心だな。うん、ありがとう。お前もこれからは真面目にやれよ。うん、かーこ反省してるよ。でもジミーはいいよな、親友の役に立てるもんな。俺なんか何にもできないから、友達だってことも証明できない。友達ってのはさ、役に立つとか立たないじゃなくて、一緒にいて楽しければそれでいいと思うな。ソラたちは楽しそうだもんな。あ、ちょっと違うけど、まあ、オッケー。いてててて、そういえばヤゴ、体は大丈夫なの？うん、まあこの通り。危ない、うわぁ痛い。なんだい、またこのジーニー様の出番かい。ある、今度は好きなようにやらせてくれるんだろう。いや大丈夫だよジーニー、もう我慢できないぞ。やっほー、来てます来てます、それそれ、ブラボー、
ハハハハ。ソラ、ドナルド、グーフィー、アラジンを助けてくれてありがとうな。ジーニーのショーが見たくなったらいつでも言ってくれよ。楽しみ。本当にありがとう、ソラ。また会えるんだろう。もちろん。そうだ、君が探している友達には会えたのかい。きっと会えるよ、僕を信じて。またよがー。